ミネギンコは日本の女優である。本名はババナツヨ。愛称はミネギン。1909年7月21日、岐阜県本ト郡本ト町に生まれる。女学校卒業後、ダンサーになり神戸のダンスホールで働く。そこでホールの客だったパラマウント映画大阪支社の社長である日系二世のロイ、田中と出会い、結婚する。 1930年、田中の知人である、日活所属の映画監督、村田実に勧められ日活渦政さ撮影所に入社。東、坊城康市長監督、見果てぬ夢で映画初出演する。この後、銀座セレナーで、この太陽に続けて出演し、バンプ女優として売り出される。1931年の、レビューの踊り子に初主演して、夏川静江、 一川春代に次ぐ人気を得、エロティシズムの女王と呼ばれる。1932年の日活葬儀により退社するも12月に復帰。1933年のフランスをまさに出演後負の満州天人が決まり、産休を取っていた峰もそれに付き添うため8月に日活を退社する。満州では家庭に入っていたが、1937年に 田中が単なトンネルで列車から転落して死亡、生活のため心境のダンスホールで働く。その後客として来ていた軍医と再婚。戦後は再婚相手の地元である愛知県豊橋市で暮らした。1993年1月27日に死去。83歳ボー現存する出演作として天国その日帰りの 35mm フィルムが 国立映画アーカイブに所蔵されている。ありがとうございます。